ひょっとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。一問一答ベスト10。はい、ということで、はい、このコーナーでは私からゲストさんに一問一答形式で10問、うん、いろんな質問をぶつけて答えていただくコーナーとなっており、はい、ここから飲み物とおつまみが登場するよ。やったー。私はハイボール。私は紅茶を。いいね。なんか今回はポテト的なものと、おいしそう、ナッツとドライフルーツ的なものです。やったやった、嬉しい、嬉しいや。めちゃくちゃおしゃれなおつまみね。ありがとう。乾杯。乾杯。あ、くぅ、おいしい、おいしい。ということで、はい、早速、うん、質問をぶつけていきたいと思います。お願いします。第1問、はい、声優を目指したきっかけは。目指したきっかけは、もともと堀北真希ちゃんのめちゃめちゃファンで、真希さん、堀北真希さん、真希さん、失礼しました。堀北真希さんのめちゃめちゃファンで、もうファンブログやってたぐらいファンで、もう大好きで、もう事務所箱押し。あ、堀北さんがいた事務所を箱押し。もう事務所箱押し。もうこれもいろんなところで話してるんですけど、うん、その堀北さんの後輩の桜庭ななみさんのウィキペディアを作っちゃうぐらい箱押し。桜庭ななみさんのウィキペディアの創造者なんだっけ。そうなの。だから未だに残ってるよ、その文章、私が書いたやつ。すごい。そう、いろんなその後足されていっても、そうそう、未だに残ってる、初代のが残ってる。だからそれぐらい好きで、オーディションを受けに行ったりとかしてたんだけど、やっぱ身長が低くて。あー、そっか。そうで、なかなかこう面接まで行ったりとかしてたけど、なかなか行けなくて、うんうんうん、でその時ちょうどアニメを友達の影響で好きになってて、うんうん、声優さんっていう職業を知って、うんうん、背の低い方とかも結構いるって聞いて、うん、あ、じゃあ背低くても演技できるのかもしれないと思って。なるほどね。そう、それがきっかけで。あー、うん、なるほど。そうなの。こういう話とかね、しないよね、なかなかね、うん、逆にしないよね。ね、なんかいろんなオーディション受けてきてるイメージはあったけど、うんうん、原点そこなんだ。中学生の時から受けてたね。では続きまして、はい、2問目、はい、性格を、自分の性格を一言で表すと。自分の性格を一言で表すと、せっかち。せっかちで効率よくなんか進めたいなってなっちゃうから、こう妹とかがおっとり屋さんなので、あの一緒に話してると、これこうしたらいいのにって思うんだけど、でも妹の良さでもあるから、すごいね、毎回せっかち葛藤がすごい。いいお姉ちゃん。そう、せっかちなのよ。わかるな、でも近いな、うんうん。では3問目、いただきます。休みの日は何してる。休みの日は、うん、もうめっちゃドラマ見てる。うん、そうなるよね。もう取りためたっていうか、配信サイトで、うんうんうん、もう、あ、そうだ、このドラマ最新は配信されてたみたいな感じで見たりとか、あとはね、もうフィギュアスケートのシーズン始まってるから、忙しいよそれは。そう、大会チェックしたりとか。なるほど。そう、大会を先にブックマークしとかないと。スケジュールわかんないから、ね、ブックマークしたりとか。いっぱいあるもんね。そうそう、何時からあのリアタイできるのかとか。そういうのを、ね、調べたりとか。なるほどね。そう、趣味の時間にめちゃめちゃ使ってるな。そうやってたら夜になっちゃいそう、あっという間に。じゃあ4問目、はい、最近嬉しかったことは。嬉しかったこと、嬉しかったことは、うん、お姉ちゃんがダイエットを始めて、うん、もう家族全員が大盛り上がりしてるの。大盛り上がりしてるの。お姉ちゃんに家族みんなで出し合って、うん、ランニングマシンをね、うん、買ってあげたの。いい家族。そう、誕生日だったから、9月がね、うん、だからお姉ちゃん毎日その iPhone とかなんかアップ、何アップルウォッチとか計測できるんだよね、うんうんうん、きっと走ってる距離とか消費カロリーとか、それを毎日送ってくるんだけど、もう今日も頑張ってるねみたいな。あ、なるほど。とか送ったり、うん、ちょっとプロテインバーってカロリーめっちゃ高いみたいですけど食べてもいいのでしょうかみたいな質問が来て、みんなでいやでも言うてタンパク質だし取っといた方が代謝上がるんじゃないみたいな感じで、こうみんなでお姉ちゃんを
痩せさせる、全力サポートしてるのすごい。そうもうね、なんかめっちゃ太ってるってわけじゃ全然ないんだけど、うんうん、歩かないのよ。もう車社会すぎて徒歩5分のとこでも車で行っちゃうから、健康的にねちょっと将来心配だなと思って、うん、なるほどね。そうドラマ見ながら走れるよって。あ最高じゃない。そうなんていい、本当家族仲いいよね。めちゃくちゃ仲いいんだけど、うん、あの LINE グループがあるのよ、うんうんうん、それで話してるんだけど、お父さん入ってないのパパちょっとお父さんね、女だらけのね。そう3姉妹でお母さんって、その4人はすごく友達みたいに仲いいんだけど、うん、お父さんがねもうねクラシックしか勝たんみたいな。あそう、もうお笑いなど一切見ないみたいな、うん、ドラマなどみたいな、野球とクラシック、うんうんうん、そしてあの実家フランス料理屋さんだから、うんうんうん、もうフランス料理を極めるべきなのだみたいな感じのお方すぎて、うん、ちょっとね話がね合わないの仲悪くないんだけどそう話が合わないからか無理にね入っていただいてもお互いのためにねならないかなっていうことでねちょっと入ってないっていう。 いいな、ハルセケ本当いつ聞いてもいい、うん、いつ聞いても仲いいから、じゃあそんな中で第5問目、はい、一番古い記憶で覚えてる記憶はどんな記憶。うわ一番古い記憶、大阪に家族旅行で行った時に、うん、あの道をねお父さんが聞いてて、うん、私がすっごいびっくりして、うん、え言葉通じてるって言って香川から出たら外国だと思ってるからそう、え大阪に来たのに言葉が通じてるみたいなすごいみたいな全然違う言語文化圏だと思ったんだそうもう外国もうちょっと旅行だと思ったら海越えたしみたいな。そう海越えたらもう外国だと思ってるからそうしかも大阪弁とか言うじゃん。あ確かに。だからもう全然違う言語なんだと思ってそしたら全然さ通じてるからえすごいねって言ってすごいなんか今までの中ででも明確にこう言葉とかの記憶が出てくるタイプだった。なんかそういうなんかしょうもないことの断片をめっちゃ覚えてる、うん、そうなんだ。そうでも喋り出すのすっごい早かったらしくて。あなるほどね。なんか1歳8ヶ月ぐらいで、うん、あのクラスメートの名前を全員言えてたらしいね。天才児じゃん。そうだからなんか天才になるって思ってめっちゃ期待しされたらしい残念でしたそこは残念でしたけど喋、うん、り出すの早かったから多分そういう喋りの記憶が残ってるのかも。なるほどね、すごい。じゃあ、はい、6問目、はい、ちょっと成長して学生時代はどんな子だった、うん、学生時代はなんか小中高全部違うかも。なんか小学校の時はもう本の虫って感じで、うんうんうん、なんか昼休みとかもずっと図書室に行って読みたい本を探して、うん、でも友達がいないってわけじゃないし外でも遊ぶんだけど、うん、なんか電気をこうやって抱えて小学校の時あるよね大きいやつね。なんか水色の背表紙の超ハードカバーのね。そうハードカバーのやつで徳川家康とか福沢諭吉とか読んで学問の進めみたいなとかなってたりとかして、すごい電気読んだり小説読んだりするのが好きな子供で、うんうん、だけど中学になると友達が漫画を教えてくれてジャンプとか、ね、銀魂、うん、もうテニスの王子様とかそういうのを教えてくれて漫画に一気に目覚めて、うん、もう一気に漫画を買い込んで。なるほど。そう、そっからもう一気に一気にもう漫画コレクター趣味みたいなのができて、いっぱい漫画をブックオフで買い集めて定期的に数えて、あ何冊持ってる私みたいな。あすごい、もう本当にコレクションが趣味だから。そう、もう読むのも好きだけどこんなに読んだんだみたいなのがすごい好きで、めちゃくちゃ集めてた記憶があるし、でも高校は一旦落ち着いたんだけど、うん、でも高校はフィギュアスケートの趣味が結構顕著に出始めたから、ずっともうフィギュアスケートの動画ばっかり見て、うん、でツイッターとかの文化も始まったから、ツイッターでそのスケートのお友達みたいなのができて、なんかこう遠くの人とやり取りしてちょっと世界広がったりとか、なるほどね。そうしていろいろこう学校の中だけじゃない友達ができたりして楽しかった。なるほどね、うん、そのドキドキだ。じゃあ7問目、行ってみたい場所ってある、うん、行ってみたい場所いっぱいあるな。いっぱいあるのよ、うん、いっぱいあるんだけど、うん、その日本の国内で言うと屋久島とかめっちゃ行きたいの。あ分かる。
屋久島、そう屋久島とか石垣島とか、なんかもう自然すごいとこにめっちゃ行きたくて、もうもののけ姫のロケ地っていうか元になった森ですみたいなとか言われると行きたいってなるし、あと海外で言うとバリ島とかリゾート地、ザ・リゾートってとこに行ったことないから、ハワイとかバリ島も行ってみたいし、うわパリ歩いてみたい。パリ行ってあのイヤホンでオーシャリンシャンゼリーゼ聞きながらパリって感じで歩きたいし、イギリスに行ってパディントンの聖地巡りして、好きだもんねパディントン、そうでハリーポッターの聖地巡りして、好きだもんねハリーポッター、そうでライラの冒険っていう作品も好きだから、ライラの冒険の聖地巡りもしなきゃいけなくて、そうなん、行かなきゃいけない場所だらけ、そうめちゃくちゃあるのよ。イギリス行かない？行きたい。聖地巡って付き合ってよ。聖地巡礼行こう。ちょそれまでにちょっとパディントン全部、あちょっと待って、パディントン布教されとく。そうパディントン全部見てもろって。オッケー。すっごいいいから。いい、行きたい。聖地巡礼しよう。行く。うん、じゃあ待ってね、次はね、八、うんうん、問目、仕事でやってみたいことってある？仕事でやってみたいこと？うん、仕事でやってみたいことはそれこそ仕事で。海外、あいいね、行ってみたい。これだ、仕事でイギリスに行けばいいんだ。行って全然関係もないし、作品のロケ地巡りする仕事、どんな仕事、アニメイベントがイギリスであればね、そういうのでね、ちょっと行って、仕事だからさ行って、ちょっと一日だけ自由時間いいっすかみたいな、行ってもう二人でわーって最高、ふわーってロンドン巡るのよ。行きたい、やりたい。いいよね、仕事で海外もちょっと行ってみたい。憧れるよね。わかるわかる、私も行ったことないから、うん、仕事ではパスポートいっぱいにしたいの。あこれも仕事、これも仕事、これも仕事とか夢広がるわ。そうそう言いたい、じゃあ今度仕事じゃなくて9問目、うん、人生でやってみたいことは。人生でやってみたいことか、あねちょっとなんだろうな、留学もしたいし、あなんかこう住んでみたいの、違うところに。あなるほどね、そう留学もしてみたいし、うわー難しいな、何してかないあの家建てたい急に曲がったけどそう家建てたい、そう自分で間取りとか、あーなるほど、そう間取りが好きで、うん、なんかもうそっかそっか、間取りをね自分で考えて、うんうんうん、いやここ、いやちょっとここだったら家事動線悪いよなとかって言って、ちょっと理想を詰め込んだ、そう理想を詰め込んで、うんうん、なんかこうどこがいいかな、鎌倉とかおしゃれだよ ね、 いいね、ちょっとちょっと郊外、そうちょっと郊外いいねじゃあ最後、うん、はい、人生最大の推しは人生最大の推しね、はい、フィギュアスケートでも、はい、どうぞ。いいですか、はい、フィギュアスケートで最大の推しは、うん、エレーナ・ラジオノワっていう、あラジオノワ選手がいて、もう私高校生の時から彼女が引退するまでずっと応援してたんだけど、もう高校生の時彼女はまだ12歳だった、わうん、まだジュニアでもなかった。そっか、そうジュニアにもの1個前のノービスっていう段階の時で、足がもうね半分以上足だったの体の半分以上足え足って思ったし、滑り出したらもうめちゃくちゃ踊れるし、あえって思って、そのキス&クライって点数が出るさ、うん、ドキドキタイムがあるのよ、はあはあはあ、そこでもう転んだのよその子、転んでたんだけど、めっちゃそのキス&クライで笑顔でニコニコしてて、うん、なんか太陽みたいだなと思って、だいたいその失敗したらさあーダメだったなみたいな感じだけど、なんかもう多分滑ることが楽しいからっていう感じで、もうあまりに天真爛漫すぎてもうめちゃめちゃ好きになっちゃって、もうプレゼントとか、あの大会が日本にあるとプレゼントあげたりとか、あすごい、そうあのちょっと彼女の SNS にちょっとコメントしてみたりとか、ちょっと推し活を、うん、でもさ当時13歳とかだからさ、よくないよね今思うと、そう今思うと、今大人になって思うと14歳とかの子に何をしとんねんって感じなんだけど、でも推しだったから、いやいやそう推しだから、私もまだ10代だったし若かったし、ちょっと許されるかなって始まりました新コーナー、新コーナーの第3位、はい、第3位、おい幼馴染みなんよ、あ、出ようだぞ、ちゃんとあるよ